We'll be right back.
油断するなよ。
さあ、行こう。
私ですか？調べ物をするために中野に来たんですが、いい資料が見つからなくて。え？悩みがあるならフーディエが手伝う。なるほど。つまりあなたは便利。確かに一人で悩んでいても埒が明かないようですし。それでは後ほど依頼をさせていただきます。
みんなのおかげだよ。さあ、行こう。開始だ。みんなのおかげだよ。開始だ。みんなのおかげだよ。油断するな。悪くなかった。
アック開始だ。悪くなかった。したことないね。
あ、便利屋さん、いらお願いしたいことというのは、詳しくは話せないんですが、実はある人と友人のふりをして、それは私にとってとても重要なことで、でもどういうふうにすることが、この本屋にあるハウトゥー本は全て読み、本を読んで学ぶようなことじゃない、とにかく時間がないんです。資料探しをお願い。解説された本よりもっと実践的に書かれているような、例えば小説とか漫画とか、そういうものがいいです。よろしくお願いします。私この本屋で待ってますから。テーマにされて参考にできそうな作品はたくさん知ってるが、ちょっと待っとけ。家の本棚から探してきた。こんなのはどうだ。学生の時に散々読んだから、早く依頼人のところに行ってこい。あ、どうも。これですか。なるほど。これから控えている作戦は、この友人のふりが肝になるんです。違和感があっては困りますから、私の演技に問題があるかどうか判定してください。これで2勝98敗。ふっ、あなたがどれだけ前を行こうと、私を認めるまではいくらでも食らいついて。そう、たとえ世間にストーカーと言われたってね。どうでしたでしょうか。やはりさ、この本昔風の熱血相手に何とか認めてほしいと努力する。せっかく持ってきていただいたのに、別の本を探して。
よ、新人。おっ、なんだ、依頼受けてる最中か。それで今はどんな依頼を受けてんだ。友人の参考資料探し。面白そうじゃん。俺にも協力させるよな。そうだ、今ちょうどこんな本持ってるぜ。これならどうよ。OK、 こっちな。大人の余裕を感じる素敵な。なんだかどっちもナンパの本みたいだね。その通りだけど、よく考えてみろ。まずはお友達になることから始める。つまりこの手の雑誌には友情について学ぶエッセンスがこれでもかというほど詰まってるってわけだな。わかったら試しに持って行ってみな。待ち合わせに遅れてくるもので、なかなか難航しているようですね。でもあなたのおかげで正解だけを探すことが治療探しではありません。これは絶対違うという間違いを確定させていくこと。そうですね、イメージがつかめるも、考えたでしょ。それで用事なら早く済ませてよ。友人の資料探し、なんでそんな依頼受けたの。ちょうどこの間学園ものの漫画を読んだの。それはい、これだよ。しないでよ。学校に憧れがあるとかそういう類の意味も一切ないから。ワームモンを解析する途中の息抜きでたまたま見てただけなんだからね。分かればいいけど。あとその漫画偽のだから、読み終わったら本棚に戻しておいてね。
学園もの、としてこれまでのものと比べてかなり良さそうですね。読んでみます。よくわかりました。こんな感じでしょうか。おっそーい。これで今月20回目の遅刻よ。私が生徒会長でいる以上、遅刻常習犯の君を絶対に更生させてみせるんだから。君みたいな生徒がいると生徒会長もやりがいがあるわ。今度はどうでしたでしょうか。はい、何でしょうか。もう一つ何かが足りないけど、一体何がいけないんでしょう。された本がある。なるほど、こういう切り口があります。試しにやってみますね。もう遅い、待ちくたびれちゃったよ。あんまり遅いからウルトラスーパー心配しちゃったんだよ。あ、で、別にあんたの心配してたんじゃないんだからね。あ、勘違いしないでよね。この本とてもいいと思います。え、今までに比べてかなりの棒読みじゃないか。でもこのセリフを言う登場人物の設定が忠実に再現したつもりなんですが、何か変でしたでしょうか。ともかくこの資料とても気に入りました。こんなにいい資料を持っているなんてさすがですね。あなたに頼んでよかったです。これと同じ本を探してこれから練習してみようと思います。たくさんいろんな練習もできましたし、なんだか自信がつきました。あなたのおかげで作戦もうまくいく気がします。どうもご協力ありがとうございました。で、